こんにちは、空波です。はい、今日もね、こちらのパールロード、はい、こちらに来ております。はい、実はですね、今日からちょっと一つ新しい企画をやってみたいと思います。まあろくでもない企画ですいつもながらね。はい、今日はね、この、まあ、F800R、はい、こちらのね車検が上がってきました。はい、今回2回目の車検を通したわけなんですけどもね。はい、まあ、特に悪いところなしということなんですけれども、まあプラグとね、ラジエーター液、そのあたりは、交換していただいて、まあ前後ね、ちょっと新しいタイヤに入れ替えていただきました。今回ですね、まあ、結局いろいろ考えた挙句にですね、鉄板の、まあ、ロッソ3ですね、はい、ピレリの、ロッソ3、こちらに、入れ替えて、いただきました。はい、やっぱり新しいタイヤいいね。はい、本当に乗り心地が、今までの無印のディアブロに比べると全然いいですよくさ、俺のモトブログでさ、また話脱線するんだけど、このバイクは、タイヤとスプロケ変えると激変しますよって俺にアドバイスしてくれる人いるんだけどさ、俺いつも黙って聞いてるけど、それってさ、大概どのバイクでもタイヤとスプロケ変えたら激変すんじゃねえのまあまあごめんね、はい、そういうツッコミもね、たまにはすいません。はい、ということでね、今日から始まる新しい企画、はい、どんな企画かというとですね、はい、あの名車に会いたい、ね、いいですね、あの人に会いたいみたいな会えないんだけどねはい、まあそんなね、昔の、まあ特にでも名車っていうね、こう有名な、まあ車、こう名の名前のこう車の名車じゃなくて、迷う方の名車ねそっちをね、ぜひ空波チャンネルとしてやっぱり取り上げてみたいなと、はい、思いますので、今日はその第1回ということでね、はい、まあ、あの名車に会いたいシリーズパート1ということで、始めていきたいと思います。はい、ということでね、まあ、今日から新しい、企画をさせていただくということで、あの名車に会いたい、はい、これをね始めていきたいと思いますまあなんでね、このシリーズをやろうかなと、思ったかというとですね、まあ、先日ですね、本当の雑談モトブログだったんですけれども、まあビッグシングル独立宣言というねまあ題名をつけちゃって、これ一体何なんだろうと思って見てくれた人が多かったと思うんだけど、まあサベージをね、ちょっと取り上げたんですよ、その雑談の中でね。それに関してね、非常にこう面白かったと、言っていただける方が、まあ何人かいらっしゃいましてですね、はい、まあこれちょっと面白そうだなとふと思ったのと、あともう一つね、今空波がよく、まあ2回やったかな、はい、撮ったシリーズで、まあ復刻、復活してほしい、個人的にね復活してほしいバイクっていうシリーズも、2本撮ったかな、はい、そのね、まあ、1本目を公開してあるんですけど、それもね結構皆さんからこうなんていうのかな、反応をいただいたので、それをちょっとヒントにさせていただきました。はい、あの名車に会いたい、はい、第1回目のお題、非常にもったいぶりましたけど、はい、まあ、発表したいと思います。はい、第1回目の お題は、まあ、そうですね、単気筒、4ストローク単気筒の 250cc の最強バイクは何か、はい、こんな話題でやっていきたいと思います。はい、皆さん、まあ、4ストローのね、単気筒 250cc で最強、もしくは最速でいいのかな、はい、のオートバイは何だと思いますか。はい、おそらくですよ、ロードモデルのオートバイ、はい、これに対して、どうだろうな、やはり、最強の呼び声が高いのは、ホンダ、クラブマン、じゃないでしょうか。 GB250 クラブマン、早いよね、もうパワー十分だと思いますよ。あれがね、確か、馬力でいうと30馬力だったかな、すごいよね、短気筒で30馬力ってさ、これちょっと
すごいなと思うよね。で、車重がね、あれは完走で136キロぐらいだったかと思うんですけど、まあ、いつもながらね、細かいところは間違ってたらご容赦ください。はい。まあ、今ね、やはりこう時代的にね、そうですね、単気筒のオートバイ、4ストロークの 250cc っていうと、やっぱりこう20馬力そこそこなんていうオートバイゴロゴロしてますよ。で、空並みの持ってるエストレアも、ST も20馬力です。そっから考えるとさ、10馬力も多いんですよ。で、1.5 倍ですよ。はい。これやっぱりすごいよね。まあ、当時はね、ホンダが、まあ、そういうチャレンジを、したオートバイだというふうに空並みは認識しておりますけれども、今でも非常に人気が高いですよね。はい。クラブマン。ただね、そうですね、まあ、そういったロードバイク、っていうものじゃないとすると、おそらくですね、おそらく皆さんの脳裏に浮かぶオートバイは、別のバイクなんじゃないかなって空波は思います。そもそもですよ、単気筒のオートバイ、まあ、ホストロークの単気筒のオートバイの、そうですね、今そうですね、現在考えられるメリット、っていうと、やはりね、こう、まあ、トルクは比較的こう、ね、低速トルクが分厚くて、扱いやすくて、さらに非常に低燃費というのが考えられますよね。で、そういった、まあ、そもそもメリットのオートバイですので、まあ、速いバイクを作るなら、まあ、別に方法がね、やりようが あると、いうふうにも思うんだけれども、まあ、その利点を生かしてね、まあ、中低速トルクが厚くて、まあ、エンジンもね、シリンダーが1個で、非常にスマートに作ることができるということで、やはりここはオフ車、オフ車のようなオートバイに、搭載するエンジンというのは、やはりこのホストローク単気筒 250cc エンジンというのは、どうしても多くなるというのは、これの、まあ、一つの自明の理なんですけれども、まあ、じゃあそちらの方面でね、一発こう突き抜けたオートバイ、はい、これが皆さんの脳裏に浮かんでるんじゃないでしょうか。はい、そうです。はい、ヤマハ WR250、 まあ、特に、X かな、はい、モタード仕様の、方のオートバイですね。もうこれはね、もう、なんていうのかな、ある意味、突き抜けてますね。はい。こちらに関しては、馬力的に言うと31馬力、はい、だったと思います。まあ、これについてはね、もうその、クラブマンを凌駕してますよね。まあ、たった1馬力とはいえですよ。で、さらにこのエンジン、その最大馬力を発生する回転が1万回転だったと思う。1万回転ですからね、最大馬力発生がすごいエンジンだよね。はい。まあ、それでいて、まあ、車重自体は装備重量でこれ132とかそのぐらいだったと思うんで、どうでしょう、乾燥重量で換算するとおそらく120キロちょっと、121とか、まあ、そのぐらいになるんじゃないかなと、いうふうに、思うんですけども、31馬力のエンジンにね、その車体が121キロ、はい、とするとこれはもうすごいマシンだというのは容易に想像ができます。それでいて、まあ、非常にね、WR の場合は、装備もおごってます、サスペンションも、はい、ブレーキもおごってますので、非常に、まあ、高価な、まあね、性能もぶっ飛んでるけど値段もぶっ飛んでるよね。はい、まあ、おそらくね、皆さん、先ほどの空波の、まあ、当初の、まあ、問題の投げかけとしての答えで、この WR、はい、ね、250X、まあ、こちらを、思い浮かべた方っていうのはおそらく、はい、おそらく一番、多いんじゃないかと、はい、いうように空波は思うんですけれども、まあ、いろいろですね、皆さん、はい、昔まで遡って、見ていただきたいんですね。はい、1台なんか変なのがありましたね。はい、分かる方いらっしゃいますか。1台変なのが、はい、これね、メーカー川崎です。川崎こんなの作っとったんだね。
はい、川崎の短気筒の4ストロークっていうとさあんまりこうイメージないんだけど、まあ、こういうオートバイがありました。これ確か80年代中盤だったんじゃないかな、まあ、ちょっとこの辺もね記憶が、まあ、曖昧なんですけれども、皆さん、このオートバイ知ってますか、250CS 250TR じゃないよTR はエストレイと同じエンジンだからね相当遅いよ250CS、はい、このオートバイですね、まあスペック等データはネットとかに多分残ってると思うので、見ていただくとね本当にこれね、その今の WR、それを凌駕するほどの性能なんですね、はい、これがですね確か、馬力はねなんとですよ、なんと短気筒ホースト 250cc ですね絞り出してる馬力が34馬力お前どんなチートだよその後年作られた、スズキの確か、グースの3番、グースは250じゃなくて3番だからねでその3番でさえ確かあれ33馬力ですよそれを上回る34馬力おかしいだろそれで、さらにですね、そのオートバイのぶっ飛んでいたところは、今のその WR がね、121キロの乾燥重量、これよりも軽かった、と記憶します。確か118キロとかですどんなバイクだったんだよ、おー乗りてーよーそれちょっともうねえだろうな、はい、まあそれでいてね、その WR と同様にですね、その34馬力を絞り出す、うん、その回転数も1万回転ですおい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 、昔のバイクどうかしてるぞこれはい、というようなねオートバイがあったんですよ、うん、しかもねそれ 250CS ってさ、CS ってなんだよっていう話じゃんねそれで、なんとですね、見た目はですね完全にこう TZR のカウルなしみたいな感じなんだよ。もうめちゃくちゃスポーツ、もうどんなに どこを見てもスポーツで、どんだけスポーツっていう感じね、 R1G とか、あんな感じなんですよ見た目は。なんだけども、その CS の意味がですね、カジュアルスポーツです川崎お前どこがカジュアルなんだよお前どんだけスパルタンなんだよそのバイクはで見た目はですね今見るとね非常にかっこいい、もう大ありです。はい、その意味的にはねもうマジで欲しいようなぐらいかっこいい、はい、そんなねデザインでもうバリバリスパルタンのネイキッドなんだよね。でバリバリスパルタンのネイキッドなのに、なぜかカジュアルスポーツなまあ確かにね、今見るとあれどうだったっけな、フロント16インチのリア18インチっていうね、まあまあ、その当時のオートバイにこうタイヤの大きさ的にもね、まあ確かに見えちゃうんだけれども、あのバイクはね本当に今俺ね会いたいです、うん、よくさ芸能人の写真とかでもさね、なんだっけすごい今のこうおばちゃんのようね、おばちゃんとかもうおばあさんかの女優さんとかでもさ、加賀真理子さんの昔の写真とかさね、とか黒柳徹子さんの昔の写真とかさたまにこうなんかそういう特集みたいなのやってる、こうサイトあるじゃん。であれ見るとさもうお前どんだけ美人なんだよみたいなさ、今見ると、ね、そんなまあたまにね、こう思いをさせられる場合がありますけど、まさにですね空波にとってですねこの 250CS というオートバイは、このシングル好きの空波にとってはですね、なんていうのかな、本当にオードリー・ヘップバーンじゃないですけど憧れのこう存在の一つなんですよね。はい、まあ、ただやっぱりもう今となっては、見ることも、乗ることもなかなか、難しい、車両だというのは、まあ百も承知です。はい、まあ、ということでね、
そうですね、うん、第1回、はい、第1回は、記念するべき第1回、川崎の 250cs あの名車に会いたい、はい、をお送りしました。はい、どうもありがとうございました。